オハイオはアメリカ海軍のオハイオ級原子力潜水艦の一番艦。艦名はオハイオ州にちなんで命名された。その名を持つ艦としては5隻目。オハイオの建造は1974年7月1日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1976年4月10日にロバート・タフト夫人によって寄港した。 1978年2月2日に搭乗部隊が形成され、AK トンプソン中佐が艦長に決定する。1979年4月7日にアニーグエンによって命名浸水し、1981年11月11日に収益した。1981年の夏に設備とシステムをテストするための会場講義が行われ、 ンは1981年10月28日に海軍に引き渡された。オハイオは1981年11月11日に収益した。収益式でジョージ HW 物資副大統領は8000名の招待客に対し、我が国の戦略的な抑止の新次元とンを紹介し、ハイマンジーリッコーバー提督は、我々の敵の心に恐れを引き起こすと語った。 同日ブルーハンの AK トンプソン艦長及びゴールドハンの AK キャンベル艦長が就任したジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社での成長後信頼性試験の後、オハイオは大西洋を離れ新たな母校であるワシントン州バンゴールへ向かいケープカナベラルでのミサイル発射システム試験及びパナマ運河を経由して1982年8月12日に到着した 1982年の8月から9月にかけて、トライデント潜水艦発射弾道ミサイルの最初の搭載及び配備前調整が行われた。オハイオはブルーハンの乗組員を乗せ1982年10月にトライデント搭載艦として最初の戦略抑止紹介に出航した。1993年6月から1994年6月にかけてオハイオアは、 ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所でオーバーホールを受け、広範囲受信可能なソナー、新型の火器管制、ナビゲーションシステムを装備した。改修が完了すると1995年1月に、大西洋潜水艦隊第9潜水艦グループ第17、潜水艦部隊の一部として、戦略抑止紹介を再開した。当初案では2002年に、 オハイオの退役が予定されていた。しかしながら、オハイオと三隻の姉妹艦は、回収が行われ、SSGN として、現役任務を継続する予定である。2002年11月、オハイオは、ドック入りし36ヶ月間にわたる、燃料補給と回収、オーバーホールが行われた。オハイオは2006年2月7日に、現役任務に復帰する。 2007年1月21日にゴールド班は、キトサップ海軍基地を離れ、ハワイに向かい、乗組員交換を実施した。そのような乗組員交換はおよそ20年ぶり、行われた。ロバート・ピリギ海軍長官代行は海軍及び、海兵隊における優秀な洋食供給サービスに、対する2001年の受賞者に、エドワード・カイネー海軍大佐記念賞及び、 WPT ヒル海兵隊少将記念賞を統括すると発表した受賞式は2001年3月3日にカリフォルニア州アナハイムでインターナショナルフードサービス幹部協会の会議において行われた太平洋艦隊の受賞者はオハイオのブルーハンであったありがとうございます